アの車の話始まりました。はい。シエさん、はい、もう夏真っ盛りですよ。どうですか今年の夏は、なんかこれから何かしたいことは。いや、やっぱりね、うん、まだコロナの薬が出回ってないじゃない、うんうん、だから、うんうん、家にこもりっきり。偉いね。僕は出っ放しですよ。そう本当怖くない。よくわかんないですけど、ただうろうろしてます。ただ僕あんまり人と接しないんですよ。わかんないけど、ただうろうろするってそれ何ですか。で大丈夫ですか。徘徊とかじゃない。一人で徘徊ではないですけど、一人でドライブしたり。あとは、あ、それはいい。あとは、あの横浜の港を見に行ったり、うん、港を見に行く。豪華客船が先突き出したんですよ、うん、それの夜景を見に行ったりするのが好きなんですよ。あ、なるほど。今度行きましょうよ。行きたいですね。いいですよ。あ、そう、はい、本当にいいですよ。今回はですね、今日、はい、実はゲストの方が大学生を実はお呼びしていまして、うん、はい、お二人は学生の時に何部だったかってありますか。俺高校しか出てないからサッカー部、うん、サッカー部なんですか。サッカー部でそれダメですよ。中学の時からダメもうね、多分今日ね、土屋さんは無口ですよ。全部編集でカットされてる。ほとんど喋ってない。サッカー部だったからこそ、なんかこう動体視力というか、運動神経抜群ですよね。まあそうですね。培ったんですかね、そういうところで。テリーさんどうですか。僕はね、自分でコンサートなんかを、うん、あの開いて演出してました、はい、コンサート。大学の時。大学の時に何かないかなと思って、それでちょっと自分でコンサートを開こうって言って。日大でコンサートしてたの。日大なんですけど、あの他大学の人たちも、うん、あの連絡してやってよって言って、うん、自分で、まあ、それこそあの舞台作って、うん、セットとかで自分で喋って。ってことは何部とかじゃなくて、もう個人でやってたってことですか、うん、あ、そうそう、個人で、仲間で。え、じゃあ大学生でも演出家、うん、そうなんですよ。だからそれが元で、ああ大学時代のその自信があったんで、うん、実績というか、ああそれで僕は演出家の世界に入ってきた、うん、へぇ。あ、そう。土屋さんと似てますよ。そのなんかどこが似てるの。じゃあほら、なんか好きなものに入ってた時の。確かに、はい、で、今日は今日今回はですね、どんな学生なの。はい、じゃあゲストの方早速お呼びしたいと思います、はい、わかりました。我々世代からすると、やっぱ若い子が車に興味を持ってくれることが嬉しい、うん、車離れなんて言ってるけどさ、都会だけだよ。田舎に行ったら車ないと生活できないから。やっぱそうですよね。 で、その中で車好きってやっぱ嬉しいよね、大学生が。あの自動車部って、うん、どんなことやってるんですか、うん、まあ、学生の自動車部ってのは主に3つの競技があって、うん、まず1つがジムカーナっていう競技、うん、でもう1つがダートトライアルっていう競技、うん、この2つはの社会人の大会もあるようなこうメジャーなモータースポーツなんですけど、もう1つがフィギュアといって、こう路面の上にこう狭いこう線を引いて、駐車場とか教習所みたいな感じで、うん、運転の正確性を競うっていう大会が、うん、車庫入れとかそういう感じですね、はい、その3種目で争ってます。あ、じゃあ大会系だ。はい、今日はあの慶応義塾体育会自動車部。あ、はい、あ、それは日大もそうですか。はい、ただ日大は数年前にダートトライアルの方からは手を引いて、今はジムカーナとフィギュアの2つで戦ってます、うん、なんで手を引いたの。どうしてもお金の面で、ダートラー金かかる。はい、横転してしまったりするとやっぱ直すのにお金かかったり、整備とかお金かかってしまうので、うん、今ジムカーナを中心にジムカーナの時やったらすぐ頑張ってます、うん、ダートラーとかラリーはさ、車の攻撃性がすごいじゃない、うん、だから金かかるよね、うん、自動車部の人たちってみんなお金持ちなんですか。で、確かにそんなことないと思う。費用はどうなってるんだろうっていう。でもね、いや、でもレース出る人ってみんなお金持ちだったじゃないですか昔はね。で、そうでしょ、うん、そうそう。だから自動車部に入るって、なんか俺家で実家がポルシェ持ってるとかね、うん、フェラーリ持ってるとかって、意外となんかそういうの持ってんじゃないの。いや、だから意外みんな親お金持ちなんでしょ。なんかいい車ある。全然そんなことないです。え、家どこ。僕ですか、うん、あ、僕、あ、世田谷区。これ絶対これ絶対小野は金持ちの息子だよ。全然そんなことないです。もう一つ決定的に勘違いしたことがあって、自動車部っていうとなんかほら、例えばフェラーリを乗りたいとかね、うん、なんかポルシェ乗りたいとか、うん、意外とそういう
でなんか今どんな車が新しいマクラーレンがいいとかってそういうことを話してるのかと思ったらそんなんじゃないんですか、ね、そうですね、どちらかというと技術を磨く感じです、ね、うん、あ、そうなんだ、上手くなりたい、速くなりたい、ちゃんとしてるんだね。お三方が将来乗りたい車って何かあるんですか、うん、これに乗りたいっていう、小野君、はい、ホンダ の, あの CRX、 あの、うん、EF 型の CRX に、うん、今まあ、部の車で練習用の車であるんですけど、あの初めてそれに乗った時に、うん、そのすごい衝撃を受けて軽さとか、うん、その高揚感とかにもう一目惚れ してしまって、うん、もうそれから将来社会人になったら、うん、もう EFCRX 買ってもういじりまくりたいです。あ、なるほどね、硬派です ね、 ね、うん、車好き、ね、おしゃべって感じで、ね、カンさんは僕は EG6 が、あ、 EG、 昔前乗ってたんですけど、うん、乗り換えのために手放してしまって、うん、でやっぱりどうしても EG6 のことを忘れられなくて、うん、とても楽しくていい車だったので、うん、今結構高くなっちゃってるので、うん、大人になったらお金貯めて状態のいい EG6 を買いたい。今いくらぐらいするんですか。今結構状態のいいだと300は超えています。するする、なんか本当に運動部って感じですね、車好き。私本当キリーさんじゃないけどスーパーカーの名前がどんどん出てくるのかなと思っていて、うん、中島君は、うん、M3 とか、あ、うん、M3 めっちゃいいよ、うん、もっとナンパ車はないんですか。もっと、ね、車でモテようっていう考え方じゃないんですよ。まず近藤さんがお三方。いやでもさ、自動車部って不純じゃないの。そうそう、愛してるんです自動車を。そう、いや僕も愛してるよ。僕も愛してるけど、僕の場合はね、なんかピンクの車乗りたいなとかさ。車好きなんですよ自動車部って。ああ、そうなんだ。そう、あとそれこそね、車ってお金かかるじゃないですか、うん、なんだかんだ言ってその大学から協賛金っていうか部品みたいなのが出るのか、うん、それともそれこそね自腹になってくるのか、それはどうなんですか。一台は年間大学から60万いただいてて、ケチな。60万しかないの。日大ケチ。タイヤ交換したりね、ちょっとしたらすぐなっちゃうし、もうすぐだってガソリン代だって大変じゃないですか。はい、そうなんですよ。なんで、まあ、あとはちょっと高いんですけど、部員から1名月7000円いただいて、あとはスポンサー様から年間30万ちょっといただいてます、うん、どういうところがスポンサーになってくるんですか。2つ、部員の実家が自営業で、うん、そこがスポンサーについてくれるっていうのが2つと、うん、あとはアップガレージ様がついていただいて、うん、あとはセラメタ様っていうクラッチ会社が、うん、偉い ねちゃんと様つけてさ、いや普通つけないでしょ。本当ですよ。すいません。いや偉い。大したもんだ。本当すいません。これ大学生から今日学んだ。もうそうですよね。慶応義塾はどうなの。慶応義塾、うん、はい、慶応義塾大学の自動車部は、うん、と、まあ、同じようにあの大学の方から、うん、補助をいただいているのと、うん、あと OB 会から、うん、あの年間であのご協力を、うん、あのいただいています。OB 会すごそう。結構いい金額だったんですよ。 OB 会めっちゃすごそう。あんまり大きな声じゃない。やっぱ日大には言えないんだよね。慶応義塾はやっぱこう桁が違うんだよ、日大と違って。いい話じゃない。ちょっとどっちもいい話ですよね。じゃあちょっとね、どんな活動してるのかちょっと知りたいですよね。そうだね、そうだね。そうなんです。なんであの普段の活動様子が分かる VTR を今回実はご用意しております。こちらです。かんちゃんかっこいいね。あ、ナス。おいね、うん、じゃあこれから何する。今完熟といってコースを歩きながら、うん、ライン取りとかコース攻略のポイントを考えながら、うん、実際1年生たちに歩いてもらっ てどういうふうに走りたいのかを考えてもらいながら、うちのチームだけじゃなくて全然日本で出てるドライバーはほとんどコース歩きますよ。こんな風にここで何がチェックできるんですか。どうしたいか、どうやった方がいいかっていうのを、やっぱり砂の乗り方だとか、もう毎日路面って変わりますからね。攻略していきます。
ます。今から午後の走行に向けての部車のチェックを行います。積車ね。一応タイヤを全部外して、で主にドライブシャフトの確認と、あとオイル残量の確認と、タイヤの溝が少ないようだったらタイヤの交換を行っていきます。失礼ですけど、はい、ボロボロの車。そうですね。結構。はい、昔から受け継がれてきて、でやっぱり練習車なので、どうしてもぶつけたりとか多いので、どうしてもボロボロになっちゃいます。練習車なんですか？20代前半ってこんなもんですよ。そうですよね、かっこいいよね。部品とかってどっから出てるんですか？はい、一応部品は、部に1台部品取り用のインテグラがもう1台あるのと、あと結構アームとかそういうパーツはなんか何個 か管理保管してます。もういいの。でも今からセンターナットを緩めて、ダイブシャフトを外して確認していきます。嬉しいね。そう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 、本当そう。うちはその専属の整備士とかいないので、整備の仕方は全部先輩から教わってきたもの。偉いね。偉い。特に何か本を読んで学んだとかではなくて、全部先輩から教わって、クラッチ交換とかミッションを下ろしたりとかも全部自分たちでやってます。失礼ですけど、はい、カンさんの実力的にはどんな感じですか？実力、一応今年の全関東学生ジムカーナで優勝させていただきました。すごいですね。はい、ありがとうございます。ギャルソンさんね、はい、これマイカー。どうですか、韓国の走りは。まあいいんじゃないですか。いいですか。まあいいんじゃないですか。まだ手続きですよ。微妙でした。出来は微妙でした。はい、ターンの時にお釣りもらっちゃったり、うん、アンダー出ちゃったり、結構失敗しました。あ、そうなんですね。土屋さんが見てたら何か言われそうですか？多分言われると思います。それは言うだろう。それは言うよ。菅さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後の展望とかってあったりするんですか？はい、まずは一番に8月末に行われる全日本学生ジムカーナ大会で優勝することです。おー、なんかもっと大きくしていきたいみたいな。そうですね、やっぱりもっと学生自動車部の知名度を上げていきたいです。僕自身も大学入るまで自動車部があるということを知らなかったので、もっといろんな人に自動車部っていうものを知ってもらって、で新しく大学に入る新入生にもぜひ自動車部に興味を持ってもらって、モータースポーツの楽しさをもっと知っていただきたいなと思っています。いいじゃない、健全だよ。いや、確かにそうです ね。確かにその通りだ。そう、うん、だからこういうさ、若者がどんどん増えてほしい。うん、どうですか、あの菅さんのドライビングは。まあ、いまいち。いまいち。点数では何点でしょうか？70点。あ、でも70高い高い高い。70高いじゃないですか。そうだけど、まあ我々のレベルだと、うん、80点以下はクソですよ。張り合おうとしないでそんなさ、人が今これから頑張っていこうというさ、足で踏みつけるようなこと言う。ねえ、ひどいよね。残りの30点頑張ろうと思うじゃない。どう？いや、思います。100点目指して頑張ります。80点上げちゃったら、お、俺80点だって うぬぼれるじゃない。これ慶応の方の映像もあるの？ないです。慶応はないの？ね、見たかったよね。そうだよね、どっちがうまいかさ。そうそう、ね、対決してほしかったけどね。本当だよね。じゃあ今回はですね、はい、そんな2つの学校の競技車両を実際に持ってきていただきました。うん、えなので、はい、私たちも見に行きたいと思います。ナンバーないでしょ。ナンバーないです。ない。関車で持ってきた。関車で持ってきた。偉い。すごい。偉い。じゃあ見に行きましょう。はい。
車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。